はい、今日も暗号通貨ニュースいってみましょう。昨日ね、50万円イーサリアム買って、あ、1万円値上がりした、儲かったと思ってね、浮かれていたら、今日はね、イーサリアムがガッと下がりました。いや、こういうことが起きるのが暗号通貨、浮かれてばっかりいられないですね。まあね、今日は全面的に上昇傾向というか、若干ですね、値下がりした銘柄が見えてきたのかなと思いますんで、まあ、ビットコインをはじめね、その辺ちょっと見ていきましょう。はい、コイン月光ですけども、ビットコインが570万ぐらいで出てますよね。昨日が600万ぐらいだったんで、1日で30万の値下がりということで、すごいですよね。ビットコイン1個持ってたら30万円損してるわけですよ。このボラティリティの大きさがね、ビットコインだなと思います。まあ逆に言うとね、ボラティリティがちっちゃくなっちゃうと、まあこの暗号通貨の投資の旨味ってなくなっちゃうんですよね。まあ、そうなると実際にビットコインはどういうふうに使いやすいのかというユーザビリティにやっぱこう特化していくことになると思いますけども、まあ、イデコじゃないや、なんだっけな、ディファイか。なんかいろんな言葉出てきて、こんがらがっちゃいますけども、ディファイの方にね、これから注目度が集まるとしたら、まあ、一方的に上昇ばかりじゃないんですけども、調整を含みつつ値上がりするんではないかなというふうに、まあ、大枠では考えております。イーサリアムなんですけども、18万6千円ということで、まあね、主要通貨の中では大きく下がった方ではないかなと、右側にグラフが出てますけどね。若干ヘッドアドショルダーみたいな形で下がってます。そうなると今ネックラインにかかってるのかな、さらに下がるのかなって気がしますけども、まあね、これほどまでにボラティリティが大きいとテクニカルも働かないところがありますからね。で、バイナンスコインっていうのとポルカドットっていうの、この2つなんですけど、私はバイナンスをね、やっぱこうどうしても当てにできてないというかね、信用できないんですよね。ちょっと、まあ、バイナンスでは口座も作ってないというねそんな形でございますけども、これは皆さん好きそれぞれがありますから、まあ、バイナンスでね、しっかり儲けてくださればいいんじゃないかなと思います。私はちょっとね、バイナンスまで手が出せてないかなってことです。ポルカドットなんですけども、さすがにね、すべての通貨は私ね、全然認識できないんで、ポルカドットについてはデータありません。これ急に出てきたみたいな印象です、どっちかっていうと。まあ、これでポルカドットに投資してた方もいると思いますんで、しっかりと儲けていただければいいんじゃないかなと思います。テザーもね、最初からステーブルコインということで注目を浴びていたんですけども、やっぱり私はね、エーダの方ばっかり見てましたね。そのエーダとリップルが上下で並んでいる姿を見るのはちょっとね、私的には嬉しい気持ちがします。仮にも、まあ、トップ10に入っている通貨ですから、エーダとリップルが力を合わせてね、なんかうまいこと私も儲けさせてくればいいなという感じですけどもね。それからね、右側見ていただくと、やっぱ赤いのがちらほらと目立ちますよね。全銘柄の3分の1、半分とまでいかないけども、そうですね、4割ぐらいは赤い線を描いてるのかなというところがあります。どれも急速に値段を下げてますけども、利益確定のための、なんですかね、売りなんですかね。このムードがどこまで続いてるかなというところを見るためにも、さらにね、100以下を見てみますけども、やっぱりね、売りが、全体的に多いですね。聞いたこともない通貨ばかりですけども、あ、ゼンフィネットワーク、ちょっと値段を上げてきたのかな、順位を上げてきたんですね。ちょっと横ばいということで、他が下がったのが多いから相対的にグイッと浮き上がってきたような感じですけどね。ゼンフィネットワークはそこまでボラティリティ大きくないということですね。やっぱりね、下がってるのが目立ちますね、今日はね。はい、ということで、これがね、押し目だという思われる方は買ってもいいんではないかなと思います。暗号通貨はね、まだまだ始まったばかりで、はっきり言ってね、トップ100銘柄とか200銘柄をしっかりと認識してる方ってほとんどいないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですので、自分のこれだと決めた通貨にはこう詳しいけども、他の通貨よくわかんないっていうようなね、そんな方が結構いらっしゃると思いますんで、やっぱりね、ここも一点集中なのかなと思いますよね。まずは一点集中して余裕を作ってから2つ目、3つ目、4つ目っていうふうに見ていくといいのかなと。それこそね、全ての通貨を抑えてる必要ないですし、せいぜい10個ぐらい分かっときゃいいんじゃないですかね。それで十分ですよ。だって他の人も分かってないもん。本当に10個ぐらい詳しい人がいたら本当すごいですよ。私も10個ぐらいですね、きちんと抑えられて、その資金を配分できていて、いつもね、注意深く見ていられるのは。まあ、時間的余裕もないので、いろんな書類を読んだりとか、ホワイトペーパーとかロードマップとか見てる暇ないですもんね。だから詳しい人がたまに出てきますけども、まあ、全部に詳しいわけじゃないですからね。まあ、この業界まだまだ専門家が足りないということでございます。
まあ、専門家っていうと急にね安っぽくなっちゃうんですけどね、安倍政権菅政権のせいで専門家の先生方にとかね、専門家に相談しながらってこの手いただくみたいなね、専門家って何なんだろうなと思っちゃうんですけどね。はい、本日は以上です。